皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはキャッチコピー作りが苦手な教室の先生のためのおすすめ本5選ということについてお話をしてみたいと思います。キャッチコピーはですね、あらゆるシーンで使っていくことが多いんですね。例えば、一番有名というか、一番多く使われるのが、お申し込みページと呼ばれるランディングページですね。その一番上のヘッダー、バナー、ヘッダーかな、ヘッダーですね。こちらの中に、効果的に、視覚的に、そのページがどんなものを表しているのか、どういうメリットがあなたにありますよっていう目を引くものをパッと文章の中に入れて、それをデザインしていくっていうのが多いので、これキャッチコピー。っていうのをよく使います。で、あとそのすぐ下にもキャッチコピー的なものを入れながらやっていくっていう感じですね。これを作っていく上でですね、このキャッチコピーが作れないっていう先生が結構多くって、普段の生活ではキャッチコピーなんていらない、キャッチな文章っていうのいらないんですね、普段の生活では。ただ集客ってことを考えると、そのランディングページ一つにしてもそうですし、ブログタイトル、YouTube のタイトル、SNS の書き出しのタイトル、あらゆるシーンでこれが登場してくることになるので、キャッチコピーが苦手って言っているだけで結構不利なシーンが多いんですよ。ですから、ここは一つですね、ちょっとずつでもいいから、一個ずつでもいいから学んで克服していくっていうために、私が実際にクライアントさんにお勧めしている本と、自分もよく使ったりしている本ですね。これをちょっと今日は皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、それではですね、まず一つ目です。ちょっとちっちゃい本なんですけどね、売上がドカンと上がるキャッチコピーの作り方。これそっか、増補版とかになってるから、今こういうデザインに変わってますね。2冊持っているという。こっちの方がね、なんかね、にぎにぎしい感じであれなんですけど、今多分こっちで出ていると思います。売上がドカンと上がるキャッチコピーの作り方で、この本がどこがいいかっていうと、こういうふうにキャッチコピーを変えると、売上が上がったみたいな実例と、それを実際にどうやってキャッチコピーを変化させていくかっていう、キャッチコピーの考え方とロジックが入ってるんですよ。なので、キャッチコピーってそういうふうに考えていくんだっていうことが、とてもよくわかる。あと、強い言葉と弱い言葉っていうのが書かれているので、自分が使っている言葉が弱い言葉だらけで作っていたとすると、やはり目を引かないので、申し込みが入らないということになったりしますので、そういうブロックパーツで考えていきながら、そのキャッチコピーを組み立てていくっていう方法論が分かる、理解できるのに非常にいい本です。で、後ろの方は言い回し辞典とかも載ってるので、結構ですね、いろいろと使えたりとかするので、この一冊、手軽なんで、作る時に横に置きながら見たりするのにも非常にいいということで、まず一冊目おすすめですね。で、2冊目です。キャッチコピーの教科書っていう、教科書っていうだけに分かりやすいですけどね、心に刺さるフレーズは誰でも簡単に作れるっていうことで、こちらの方の本もですね、見開きで書いてあるので、こんな感じで、初心者の人が理解していくためには非常に分かりやすい本だなっていう感覚はありますね。例えば、お客様の背中を押す、欲望を刺激するコピーとか、欲望を刺激したいとかって思った時には、こことか見ていくのもいいでしょうし、あとはそうですね、どういうふうにして見せていくのかっていうポイントが非常にね、分かりやすく書いてあるんですよ。ここにね、口コミでファンが増えるとか、単元別になってるんですね。ずっと売れ続ける心に刺さるフレーズの作り方とかね、思わず買いたくなる購買意欲を高めるコピー、この辺りはやっぱりね、必要ですよね。ビフォーアフターで購入後を想像させるとか、私のことだと思ってもらうとか、非常に事例が豊富で、具体的で分かりやすいです、こうやって見開きになってるから。はい、なので、キャッチコピーを作る初心者的にはこちらの本もおすすめの本です。はい、で、さらにもっとビジネス的に使いたいっていうことで、言い回しのフレーズも含めて、あと
そうですね。事例も何個か載っていて、どういう時に使うみたいな、そういうのが載っている。これも神田正則さんのですね、売れるコピーライティング単語帳っていう、こちらの本も非常にいいですね。営業の素人を稼ぐ達人に変えるっていう、これもうすでにキャッチコピー上手とか思って見てるんですけどね、ズバリでいいですよね。売れるコピーライティング単語帳、売れるって書いてありますから、まあもちろん神田正則さんっていう方はね、日本でも有名なマーケターでありますので、その蓄積を、言葉にして自伝にしたっていうのが、こちらの本になります。で、ざくっとこう開けるとこんな感じになっていて、そうだな、買いますかとかっていう言葉をどういうふうにフレーズとして言い回しをするか。例えば、購入しますか、ご購入をご検討の方っていう、ところで見ていくようなこともできるんですけど、例えば奥さんにクリスマスプレゼントを買いますかとか、だからね、買いますかっていう質問をするだけで新車を買うつもりですかと質問するだけで新車の購入率が35%アップしたという事例があるということで、単に問いかけてるようで、その後の購買が上がるっていうことが解説されてるんですよ。だから一個一個探していますとかっていう言葉を使うと、その先を想像させることが、どういう事例で使うかっていうことが具体的に書いてあるので、いろんな事例が載ってます。なので、教室業に使えるっていうのが、その人の拾い上げ方にもよりますけれども、よく使える言葉が普通に書いてあります。なので、667語、2000フレーズ載ってますので、パーッと辞典みたいに引くのには非常にいい本なんじゃないかなと思います。そして、こちらですね。あと、文章そのものの構造も含めて、セールスコピー大全っていうね、こちらの本なんですけど、大橋さんという方が書いた、あれですね。例えば、初心者でもできるキャッチコピー4ステップ法とか、読む気満々にさせるリードコピーの作り方とかですね。いろいろ実例で載ってます。これも私よく使いますけどね、失敗しない〇〇とかって言ってね、失敗しない転職法、失敗しない中古車選び、失敗しない初めてのキャンプとかね。失敗しないっていうのは、結構皆さんが失敗したくないから、そういうことをよく探すんですよ、キーワードでね。余談ですけど、私、パン教室を主催している時に、どういう言葉で自分の、教室の、ページのホームページのブログにたどり着いたかっていう言葉とかも追いかけてたりとか見てたりしてたんですよ。で、その時に、確かに製法とかを調べたくって製法でたどり着く方っていうのはもちろんいらっしゃるんですけれども、他に、そうですね、米粉パン、当時、今はね、いろいろな製法があるんで、もう少し進化してるんですけど、当時、米粉パンが出始めの頃に、私、米粉のことを解説をしていたりとかしていたので、米粉パン膨らまないとか、米粉パン失敗するとかっていう言葉で、私のところに、たどり着く人とかが多かったんです。ということは、その裏にある深層心理は何なのかっていうと、膨らまない要因を知りたい、そして解決したいという気持ちがあるわけですよね。で、米粉パン失敗するとかっていうことは、失敗しない方法を知りたいっていう要望がそこにありますので、その裏を読んでいくと、例えば、これであなたももう大丈夫、失敗しない米粉パンの作り方3つのコツとかっていう仮にタイトルがついてたとしたら、そういうタイプの方は、これだとか思ってピッて押しますよね。で、膨らまないって打ってくる人に対して、もしブログを書くんだったら、米粉パンが膨らまないと思っているあなたに、目から鱗の簡単米粉パン作成方法とかね、そんな風に言われたら見ますよね。
ていう、そういう感じです、キャッチコピーって。その人が困っていることとか知りたいことをより分かりやすく伝えますよっていうのが分かりやすく表現されてるっていうのがキャッチコピーになるので、まあ今まで紹介してきてるのね、まあ、そういう事例がいっぱい載ってるんで、これ全部もし試したらかなりキャッチコピー上手な人になります、多分。私だって全部試してないですからね。大体こう、こんな感じかなって言って、サクッと自分で作っちゃうことが多いんです。で、ちょっと変わり種で言うと、これね、ちょっと色も変わっちゃってるぐらいになっちゃってるんですけど、まあ、分厚い本なんですけど、女性の心をつかむ広告コピーグラフィックスっていう、ちょっと今までのとは変わり種で、要は、すでにもう広告になったものを、写真というか、その広告ポスターと、その文字が共にこう掲載されているものなんですね。で、いろんなジャンル別に分かれてるんですけど、例えば、そうだな、どれでもいいんだけど、ファッション&ビューティーとかね、いうところで言うと、まあ、この恋する神にピュアの力をとかっていうね、こういうその字と人間がこう入っててっていうのでキャッチコピーになってますよね。で、こういうのも面白いキャッチコピーですよね。54秒に1本売れてる理由って言って、この化粧品の ね、ページがあって、潤いの引力とかね、こういう、だから実際に企業がコピーライターからそれを採用してデザインして世の中に出たものです。これも分かりやすいですよね。本気のまつげケア、新モテマスカラとかっていう、すごい目を引く、この色合いのものと、この G ですね。で、これを私がなんでよく見るかっていうと、ウェブサイトを作るときに、この辺りというのは文字だけなんですよね。写真と文字をどういうバランスと、どういう色合いと、どういう大きさで配置して効果的に見せるかっていうバランスも含めて見てるんですよ。だから、そのヘッダーとか作る時に、いや、こういう縦長のね、ポスターとか縦長が多いですから、ヘッダーとちょっと種類違うんですけれども、そのパッと見た時にそこが目に入ってくるような、強い言葉と書き方ですね。これとかも分かりやすいですね。R&G、P&G か。それは香水が嫉妬する香りとかっていう、多分これは、なんだろうな、柔軟剤とかなのか。あ、柔軟剤以上香水未満っていう、非常に分かりやすい、モデルさんもね、使って、花とこの文字の配置っていう、よくできてるコピーだなって、当たり前なんですけどね、プロのやつですから。で、そういう目線で、こちらは見るのにいいので、こう出来上がったものをビジュアルとともに見ていくっていうのに非常にいいので、これもね、よく私、自分のサイトもそうだし、クライアントさんのサイトを作る時のつかみのコピーを考える時によく使ったりとかしています。はい。ですので、キャッチコピーって具体的にどうやったらうまくなりますかって、練習するしかないんですよ。ブログもそうなんですけど、だからキャッチコピーが苦手です、うまくなりませんっていう人は、まず作ってないですよ。作ってない。で、作ってうまくいかなくて、また変える、また変えるを繰り返してると、当たるコピーが作れるようになってくるので、そこでだんだん落ち着いてくるようになります。だから、うまくなるためにはどうしたらいいですかって言われたら、数やるしかないっていう感じなんですよね。はい。ただ、やみくもに書けないです。なので、こういうものを真似しながら、実際に自分で入れ替えながら作るとこからスタートするのが一番いいです。はい。ということで、本日のまとめです。キャッチコピー作りが苦手な教室の先生のためのおすすめ本5選。はい、いきます。1つ目、売上がドカンと上がるキャッチコピーの作り方。2つ目、キャッチコピーの教科書。3つ目、売れるコピーライティング単語帳。4つ目、セールスコピー大全。5つ目、女性の心をつかむ広告コピーグラフィックス。以上5点になりますので、何か気になる本があったら買ってみて、参考にしてみて、実際に本持ってるだけだと全然、学習にならないので、
作って、そして発表してみてください。それで売れ行きとかうまくいくかどうかっていうのを確認していただけるといいかなと思います。それでは。